俺の名はネバセイオト、生っ粋の VTuber ファンだ。今日は最近個人的に注目している新人 VTuber 水玉ちゃんと電話でお話しできる日だ。俺はこの日のために小遣いを貯金してきた。無駄遣いもしないように努力した。全ては水玉ちゃんとの楽しいおしゃべりのため。時が迫ってきた。ついに水玉ちゃんとの会話が始まる。もしもし。あ、もしもし。こんにちは、水玉です。あ、こんにちは。こんにちは。今日はありがとう。楽しくお話ししましょうね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しまった。この後何を話せばいいんだ。緊張してしまって会話の運びが思いつかない。いや、落ち着け。俺はこの日のために用意してきたんだ。そう、最強のデッキを。落ち着け。まずは手札を引くんだ。そうすればおのずと次の一手が見えてくるはず。ドロー天気の話題、なかなかいいカードだ。これで自然な会話の糸口が見出せる。今日いい天気ですね。あ、そうですね。ねえ、ほんといいお天気ですよね。はい。何？なぜだ。天気は定番の話題のはず。それなのにたった2ターンで終了だと。世の中の人は一体どんな風に天気の話題で盛り上がってるんだ。まあ仕方ない、ゲームはまだ始まったばかり。切り替えるんだ。ドロー。どうやら会話の神様は俺に微笑んだようだな。このターン俺が出す手札は趣味の話題。趣味は何ですか？映画鑑賞かな。そうですか。うん。映画鑑賞だと？また一瞬で終わってしまった。いや、まだだ。まだ俺のターンは終わっていない。ここから畳みかける。俺は手札から休日カードと特技カードを特殊召喚するぜ。お休みの日は何してますか？映画見てますかね。特技は何ですか？特技？歌うことかな。いいですね。ありがとうございます。終わった。まずい。このままでは全く盛り上がらないまま終了してしまう。それだけは絶対に避けたい。最後の最後の一盛り上がりだけでも。ドロどうしました？すいません、何でもないです。ついに来たぜ、このカードが。マイブームの話題。俺はこの日のために彼女について徹底的にリサーチしてきた。そして彼女が今ハマっているものは激辛。マイブームを尋ねられれば確実に激辛と答えるはずだ。そしてもちろん俺は激辛についてのリサーチも怠っていない。そこからは確実に話題を広げられるはず。この勝負もらったぜ。最近のマイブームって何ですか？激辛かな。かかった。激辛いいですよね。僕も好きなんですよ。激辛といえばハバネロ。ハバネロはメキシコのユカタン半島やブラジルを中心に栽培される食材だということは有名ですよね。ハバネロといえばギネス認定の激辛唐辛子というイメージがありますが、実は近年ブートジョロキアという唐辛子にギネスの座を譲っています。ブートジョロキアの辛さはハバネロの5倍以上と言われているんですよ。知ってました？いえ、知らなかったです。食べるのは好きなんですけど、唐辛子自体にはそんなに興味なくて。すみません。ここまでか。ゲームオーバー。え？いえ、何でもありません。はい。あなたのマイブームは何ですか？僕のマイブームはあなたです。散々な結果だったぜ。しかし俺は諦めない。挑戦はまだ始まったばかりだ。ネバセイオト18歳。彼の会話スキルはまだまだ未熟。しかし彼には特別な武器があった。それは内に秘めた情熱。彼は今日もナチュラルでスムーズな会話を目指して最強のデッキ作りに励んでいる。ネバセイオトの挑戦はまだ始まったばかりだ。俺のターン。ドロすいません、足のサイズを聞いてもいいですか？ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人は
グッドボタン